え、まつり思ったけど、何を思ったんだっけ。あ、そう、初マスターの時マジゲロ吐きながらやったんすよ。もう待って、こんなのできない、一瞬まつり上手くならない、うつだうつうつって思いながらやったけど、今はね、そんなうつにはならなかったね。わー、大変だなーって。これソロでやってるミナとアクアマジ変態だなって思った。いやマジで。これソロでやな。マジで変態だろあいつって思いながら、尊敬の眼差しだったね。すごいよね。もうすごいとかいう次元じゃない。キモい。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル3だ。キモいよあれやってること。キモいって言うな。いやキモいだろ、すごい言いすぎるんだよ。ちょ日本語が難しいね、日本語って。いやマジでむずいからな絶対。レベル2だ。アクタンに言うぞ。アクタンにはね、まつり直接言ったからね。いやマジですげえよ、キモいもんもはやって。へって言ってた。本当にしんどかったけどねって言ってた。私が求めてるのはもっと上だ。へへ言ってた、犬みたいに。かわいい。マトリもソロマスターやんの？うん、やんない。ソロマスめっちゃつらいよ。うん、普通にフレンドいるんだったらフレンドとやった方が楽だよとマトリちゃんは思いますと思うけどね。え、アクタン友達いないからソロマス企画やったの？違うでしょ？え、そうなの？違うでしょ？普通に実力を見せてやるでっていうことでしょ？だと思ってたんだけど。アクタンはソロの方が楽だから。まあ、言ってたよね。なんか、オーダーしたり、されたりみたいな、そういうのがなんか苦手みたいな感じだっけ。それは得意不得意だよね。祭り逆にソロ苦手やし、自分も言うてソロの方が気楽だから。そういう人はソロでやればいいと思うし、祭りみたいにワイワイみんなと遊びたいっていう人は多分パーティー向きなんだと思うな。どっちがいい、どっちが悪い、どっちが偉い、どっちが偉くないってなんかないと思うんだよね。祭りはね、あのダイヤまではソロでやったんだけど、マジでつまらんくて。ソロあの一人で黙々とやるのつまらんなと思って。そう、あ、もう好みだと思うわ。本当に楽しくやるものだよ、ゲームは。誰かを僻んだりするものじゃない。